アロハ、皆さん、こんばんは。皆さん、歴史はお好きですか？私はね、歴史ってあんまり得意じゃなかったんですよね。はい。義務教育の中では、こう、歴史っていう風にね、一括りにされちゃうんですけども、民族学的なことはね、でも好きでしたね。人々のね、暮らしの様子とかね、衣食住、何を食べてたとか、何が流行ってたとか、そういうね、ことはね、大好きなんですけども、なんかこう、年号とかね、覚えるのがもう非常に苦手で、多分ね、私は時間という概念がね、好きじゃないからなんだと思うんですけども、とにかく苦労しましたね、テストとかね。なんかその時代に起きたことにまつわるエピソードは大好きだったので、そういうのはね、授業中でももう耳をかっぽじってね、聞いてたんですよね。そういうね、テストのこう得点につながらないようなもう、ね、そういう話は非常によく覚えていたんですけども、あんまりね、好きじゃなかったんですよね。でもね、一番好きな時代が縄文時代で、縄文時代以外はね、もう全く興味がなくって縄文時代には非常にね、ロマンを感じていますね。今でもそうなんですけども、多分ね、原始的なことに非常に憧れてるというか、そういうところがあるからなのかもしれないんですけども、多分ね、そういうことが今の生活にも結構影響してるのかなと思うんですけども、でも縄文時代って本当にすごいなと思うんですよね。1万年ですかね、そんなに長い間続いていて、で、まあ文献がないからということ、わからないということもあるのかもしれないんですけども、王様とかね、こう支配層がいなくて、まあ、戦争もね、なくってね、みんなでこう協力し合って、ね、日の出とともに起きて、お腹が空いたらなんか食べてね、なんかすごい私はそういう生活にね、ロマンを感じざるを得ないんですよね。すごい時代だなと思って、一番魅力があるなと思うんですよね。ある時ね、マイケル・ジャクソンが言ってたんですよ。今ね、この世に出回っている本はもう全て嘘だって言ったんですよね、彼が。なんかのインタビューかなんかで。で、その時、へーと思って、さもありなんと思ったんですよね。もしかするとそうかもしれないなと思って。で、歴史の多くもね、もしかしたら捏造の可能性もあるなと思って、もしかしたらだからこう腹にストンと落ちないというか、なんか全然面白くなかったのかななんて、私は都合のいいように考えていますね。皆さんどう思われますか？はい、ということで今日は私の歴史観についてお話しさせていただきました。皆さんどう思われますか？コメントに、コメント書いていただけるととても助かります。すいません。たまにコメントがね、オフになってるんですけども、これはちょっと私も YouTube のことはちょっとわかんなくて、不具合だと思われます。自分で操作してるんじゃなくて、なんかたまにオフになっちゃうんですよね。なんででしょう。よくわかりません。すいません。もしかしてコメント欄がオープンになってたらコメントしてください。よろしくお願いします。
それでは皆さん、また明日会いましょう。おやすみなさい。マハロー。See you tomorrow.